車両は非常に乗り心地が悪いです。特に後ろに座ると本当にね、道路を走ってると感じませんけども、皆さんトラックの荷台に座ってるのと一緒ですのでね、この車両は非常に乗り心地が悪いです。この車両は延長約 10m、